はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、ギスギスな雰囲気の中でやっていきます。ね、イグニスをね、気遣いながら先に進まないといけないんだけど、最古のね、最古の王の墓所を今、目指して、帝都に向かう前に途中下車してるんだけど、早く仲直りしてくんないかな。で、予備電源かなんかを動かすために小屋で発電機の鍵を入手しないといけないんだけど、行って大丈夫かな。モンスターいる、先倒しちゃおう。武器を間違った。ファントムソードは体力減っちゃう。危ない。これが小屋？何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。さあ、予備電源を起動する。まだモンスターがいるな。一人で進むの？ごめん。ほ倒しちゃおう。これも鋼鉄の一種か。あれ、戦闘が終わっちゃった。さあ、もう一体。リヴァイアサン戦の時はあの時だけファントムソードが全部集まったのかな。ねえだろ。ああ、うん。こっち上なんかに、あ、上、こっち上行ける。ノクト、ちょっと待って。すぐそっち戻るよ。あ、100m、なんかでかいモンスターいるな。トードか。トードじゃない、ファントムソード。あ、トードだ。よし、イグニス来てる。早いとこ電源動かしちゃおう。電源、これだ。予備動くか。やってみて。コードは繋がってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。もう一つ、なんかアイテムがありそう。ない。これだ。はーい、二つ目。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。わかってるし。さあ、制御装置。
モンスターがいるね。こっち V 破壊には最適なもの。まずこいつ。敵はどこだ。なんかのけものにされてるような感じでイグニスがちょっとかわいそうなんだけど、仕方ないけども、まあ、ギャザリングも使えないから体力回復もできないし。 OK。 あ、まずい。無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。よし、これで主電源じゃない制御装置。黒煙なのは変わらず。開いたか。そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。帽子を。もう2時か。イグニスをちゃんと待ってやりながら先に進まないとね。装置は動いたから。おい、このまま行って王の墓に入れんのか。なんだい。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか。いや、やめたい。やめたいなんて言わないよ、ナノクト。続けたい。続けるよ。俺が何言ったって続けなきゃなんねえんだろ、王様は。ああ、その通りだ。だがな、分かってんならちっとしっかりしろ。あ、会心。なんか仕方なさで旅を続けてるような感じがノクトからするな。空いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ。よし、奥に進んでみよう。でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえ。出ねえし。いつまでも揉めてんな。ここなんか匂う。イグニス、滑んないようにね。あ、ああ、たくさんいる。ほっ、よっ、シフト。ほら、ちょっと危ない。グラディオ。グラディオ。砕けちまいな。ブランガッチ若干硬いんだよな。修理系。んと、おや。さっさと行くぞ。墓所という建物があるんじゃなくて、これが墓所なんだろう。このひょうひょうたんみたいなのは何。これ、卵か。この後ろに何かありそうだけど。おお、出た。
モルボル、くっさいやつ、ファントムソードで、ほら切りまくれ。あ、普通に倒せる。バックアタック、あれまだ残ってる、ほぼゼロだけど、あれ、ああれ体力がまだある、こうだ。あ、モルボルが暴走状態になっています。マーカーの位置ってどこだ。暴走、あ、向こうか。一旦引け。ノクト、一つ試させてくれ。なんかぶち込んだ。すごいイグニス。これならいけるか。お、新しいコマンド、ライブラベント。やったか。倒したよ、イグニスのおかげだ。すげえなイグニス。助かったぜイグニス。本当ありがとう。死ぬかと思ったよ。いや、タグ、王様は言葉もねえのか。とにうるせえ。これだ。弱点属性を見破る。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。ともかく墓所には行ける。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。埋まってたのか。さあ最古の王の墓所。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。刀ゲット。なんか太刀っぽかったな。手裏剣、強力だけど体力の消耗も激しすぎるから。これだ。高速で間合いを詰めて放つ居合抜き。さあ。戻って。待ってくれ。お、どうした。もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。あ、目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが面倒見らんねえって話じゃねえ。なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないなら、その時は自分で諦める。どうなんだ、王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。
どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。分かったよ。だが危険なことには変わりねえ。気緩めんなよ。よし、駅に戻ろう。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。ちょっとグラディオは頑固だけど説得できた。もう目は治んないのか、イグニス。準備はいいか、ノクト。さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。テネブライ、寄らせてもらえる。ん？誰かいる。あ、駅員の人か。もうご乗車になりますか？ちょっとその前に。まだ。そうですか。まだ大丈夫ですよ。準備が整ったら声をかけてください。どうもね、ロード画面で見たんだけど、この駅は乗客の乗り降りよりも貨物の荷下ろしとかの方が多いらしくて、で今回はノクトたちがその貨物の荷下ろしというのを名目で、ちょっと王の募集で剣手に入れるまで止めてもらってるらしい。なんかアイテムが結構落ちてる。夜だから寝てくか。あ、狭い。56レベル、グラディオとノクティス。よし、出発だ。もうご乗車になりますか？出発、ここにはもう戻れない。ああ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって。死なれたら困る。直球だな。アーデンいた。何なんだあの人。今ノクト見たら襲いかかるんじゃないか。さあ、チャプターエンドで。それじゃあ今回はここまでにしよう。次回チャプター11に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。